ビストメ式ホールダウン金物15系の用ビストメ式、ホールダウン金物15系の用建設省告示線460号とは、木造軸組工法の建築物の柱が、地震時や台風時に抜けないようにするために、中東と中脚の補強方法を定めた告示である。正式な件名を、木造の継手及び仕口の構造方法を定める件、という。 この告示は2000年5月31日に施行された。この告示は、阪神・淡路大震災において、ホールダウンかなものが不足していた、木造軸組工法の建築物で、新しいにもかかわらず柱が抜けて倒壊していたものが、多かったことに鑑みて作られた。木造軸組工法の建築物では、体力壁が地震に対して抵抗することから、 体力壁が破壊するより前に柱が抜けるなどして、耐震強度を失ってはならない。言い換えれば、体力壁の性能を完全に発揮させることによって、強度思考の設計であっても、究極的な人生を確保し、建物の倒壊を防いでいる。従って、ある自信力に対して、柱に実際に生じる力によって、補強化なものを決めるのではなく、その柱に取り付く。 体力壁の使用によって補強化なものを決めなければならない。ただし、ベッド保有水平体力の計算などにより、終局的な安全性が確認できた場合は、この限りではない。木造2階建て以下の中等、集客の補強方法は、次の表の通りでなければならない。ただし、N 値計算をした場合は、その計算結果に基づくことができる。また、 構造計算をした場合には、その計算結果に基づくことができる。筋解と構造用合板の併用は、N 値計算または、構造計算による。3階建ては、構造計算による。筋解と構造用合板の併用は、N 値計算または、構造計算による。3階建ては、構造計算による。ありがとうございます。